私はリン、メンタルクリニックの理事長をしている。はい、今日は知らないうちに嫌われる人の行動を5つ説明していこうと思う。何もしていないのに誘われなくなったり、友達が離れていったりしたことはないか？ありますね。この前もなんかカフェでご飯食べながらスマホをいじってたら、女の子が不機嫌になって帰っちゃったんですよ。意味わかんないでしょ？それはお前が知らないうちに相手の逆鱗に触れてしまったからだ。今回の話を聞けば、人に嫌われる確率を大幅に減らすことができるだろう。早速授業を始めるぞ。はい。一つ目は、会話中にスマホをいじるだな。結構いるだろう、友達と会っている時にスマホを見るやつ。それ、俺です。お前か。はい。あれめちゃくちゃ嫌われるぞ。でもみんな何も言わなかったんですけど。スマホをいじるのは個人の自由だし、自分の子供じゃないんだから、人前でスマホをいじるななんて注意しないだろう。でもスマホ気になっちゃうんですよね。まあな、そもそも一般人の会話よりスマホの方が面白いに決まっている。でもだからといって誰かと会っている時にスマホをいじるのはマナー違反だ。それにな、スマホを触らずにテーブルの上に出しているだけでも相手はつまらなく感じることがわかっている。実際にある研究で10分間テーブルを挟んで自由に話をしてもらったんだが、視界にスマホがあった人たちは会話があまり楽しくなかったと感じた上に、相手への信用や共感を得にくいと感じていた。つまり相手は、何こいつスマホいじってんの、ああこいつないなと思っているわけだ。それにお前がスマホをいじると、相手は一人で喋るわけにもいかなくなるだろう。だからせっかく集まっているのに二人ともがスマホをいじるという地獄絵図になるんだ。反省します。誰かと話すときはテーブルの上にスマホを出すな。スマホを出していいのは連絡先を交換するときだけだ。それ以外は基本スマホを表に出してはいけない。なぜならスマホは見えているだけで私たちの注意を引きつけようとしてくるからだ。あとドライブで誰かが運転しているときに助手席や後部座席でスマホをいじるな。そんなやつは放り出して歩いて帰るべきだ。それくらい友達や彼氏彼女知人の前でのスマホいじりは嫌われる行為なのだ。今までたまたま許してもらっていただけだ。子供じゃないんだからそろそろ自分で気づこう。はい、すみません。知らないうちに嫌われる人の行動二つ目は、話の長いおしゃべりだな。とにかくペラペラ喋るやついるだろう。ああ、いますね。会話が長くてずっと喋っている人。あれはサッカーで例えると、自分でボールを持ってコートの端から端まで走っている状態だ。ドッジボールで言うと、ずっとボールを持っている状態だな。一人で壁に向かって話しかけているのならいいんだが、そいつのゲームに付き合わされるやつは地獄だ。しかも黙れとは言いづらい。なぜならそれを言うときはもう絶交することを覚悟しなければならないからだ。確かに言いづらい。それで機嫌が悪くなられても困るしな。だから話が長いおしゃべりの対処法は、合わないことと長く一緒にいないことになる。ちなみに周りからおしゃべりだねと言われたら、お前ちょっと黙れってことだ。しかも話が長いやつは0から100まできっちりと説明して物事を伝えようとする。ウィキペディアでも気になるところしか見ないのに、そいつは全部伝えようとしてくるわけだ。つまり要点をつかむということを知らない。そのため話が異常に長いしつまらない。その結果、知らないうちに嫌われてしまうということだな。なるほど。そんな人はどうしたらいいんですか？我慢して人の話を聞いてみることだ。やっぱり話を聞くことか。ああ、相手に喋らせるのはボールを相手に渡す行為だ。子供が話しかけてきた時は必ずしっかりと話を聞いてやらないとグレるし、奥さんが話しかけてきた時もしっかりと話を聞いてやらないと家庭は冷え込むばかりだ。人の話を聞くことは人間関係だけでなく、ビジネスや家庭環境にもとても大事なことなんだ。世間には自分の話を聞いてもらいたいばかりに医者を呼ぶ患者が大勢いるくらいだ。マジか。ああ、それくらい人の話を誠意を持って聞くというのは大切なことなんだ。あと特にやってはいけないのは、話の途中で割り込んだり言い返すことだな。これをしてしまうと、この人は私を理解してくれないんだなと感じさせてしまう。そうだよな。いいか、くれぐれも喋りすぎるな。たまには話を聞かないと知らないうちに嫌われてしまうぞ。はい。
知らないうちに嫌われる人の行動3つ目は名前を忘れるだな。え、ダメなんですか？忘れるのは仕方ないでしょ。うむ、確かに人間というのは自分の名前には興味があるが他人の名前には全く興味がないものだ。だが絶対に会った人の名前は忘れてはいけない。なぜです？名前を忘れるということはあなたには興味ないですよと言っているようなものだからだ。え、そんなつもりなくてもですか？ああ、例えば一度合コンで会って盛り上がった美女と街中でたまたま出会ったとしよう。はい。その時、あれ、名前何でしたっけ、近藤でしたっけみたいな感じだったらどう思う？ああ、俺はこの子にとってどうでもいい存在なんだなって思いますね。そうだろう。自分はあの子にとってザク以下の名前もないちっぽけな存在なんだと思うはずだ。だから相手の名前だけは死ぬ気で覚えなければならない。なぜならみんな自分はガンダムだと思い込んで生きているからな。なるほど。いいか、どれだけ仲良くなったとしても相手の名前を忘れるということは一気に信頼を失う行為だ。忘れるのは忘れない努力をしていないからだ。はい。知らないうちに嫌われる人の行動4つ目は恥をかかせるだな。例えば人前にもかかわらず子供や従業員を叱ったりする人がいるだろう。いますね。あれ最悪ですよね。はあ、その他にも合コンとかでこいつ童貞なんですとかこの人可愛こぶってるだけですなどの人前で恥をかかせるようなことも絶対に言ってはいけない。何があっても相手の顔を立てることが大事だ。じゃあ例えば T シャツに値札とかがついていたらなんて言えばいいんですかね。周りの人にバレないように値札ついてますよとこそっと伝えてあげればいい。従業員が間違っていたら周りの人にバレないようにこそっと優しく注意してあげることだ。大事なのは周りの人にバレないようにすることだな。これが相手の顔を立てるということだ。そうすれば相手は感謝してくれるだろう。もし周りの人にバレるように大声で注意したら相手は恥をかかされたと感じて恨みを抱くだろうな。そうですよね。たとえ自分が正しくて相手が間違っていたとしても伝え方を間違えると相手の自尊心を傷つけることになる。相手に恥をかかせるのは法律では規制されていないが犯罪だ。覚えておけ。最後はお世辞を言う人だな。ダメなんですか？褒めてるのに。褒めるのはとてもいいことだがお世辞はダメだ。例えば身長150センチなのに身長高くていいですねと言ったり馬面なのにベッカムみたいでかっこいいですねというのがお世辞だ。お世辞は嘘だ。嘘を言われると相手はイライラする。褒めるためには嘘ではなく真実を伝えなければならない。だが相手がどこを褒めてほしいのかは教えてくれない。だから相手を見て自分で気づかなければならないんだ。なるほど。相手がどういう人間で何に力を入れているのかを想像しなければならない。褒めるというのは相手を見てあなたはここが強みだと考えてますよねと答え合わせするようなものなんだ。それがあっていれば相手は喜ぶ。もう一度言うぞ、お世辞は嘘だ。はい。褒めるときはお世辞ではなく心から真実を褒めることだ。お世辞ばかり言っていると褒めたのに怒られたり褒めたのに呆れられたりする。注意しろ。わかりました。ではまとめだ。知らないうちに嫌われる人の行動は、会話中にスマホをいじる人、話を聞かないおしゃべりの人、名前を忘れる人、人前で恥をかかせてくる人、お世辞を言う人、この5つだな。あ、いやー、結構無意識にやってしまっていたな。そうだろう。ここに書いてあることを意識して直すだけで相手にいい印象を与えることができるだろう。逆に知らない人は今も人前でスマホをいじって呆れられている。恐ろしいですね。それでは今日の授業は終わりだ。分かったことや気づいたことはレポートとしてコメントを提出するように。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。